1位を愛してる1位はいないのに繰り上がって、アクシア、アクシア、どうした、ダークサイドだったか。なんか違うことあった、このスゴロこれ6位なんですけど、これどうしたらいいマス出ますかね。なんかちょっといじろっか。あーやめろ、愛がゆえに。なんか一回休みなしにする。いやダメダメダメ。主催権限。うん、だからだって僕主催だし。ちょっとデビちゃん、アクシアに対してそういうことしないでくれる。え、なんかさ前から思ってたけど、女神なんかさアクシアになんか冷たくない。おお、始まった。そうっすよね、そうっすよね。だって一番年下っていうか後輩でしょ。いやだからちょっとつ冷たくしすぎだって。なんでデビちゃんがそこでかな、かばうのよ、アクシアのことを。頑張れ悪魔、悪魔いけ。それは言えないよ。言えないって何よ。それは言えないよ僕。なんかデビアクシアにヒーキしてない、なんでヒーキとかしてないって。あれもしかして好きなの。好きとか軽い言葉で言わないでほしい。ガチっぽさ出てる。好きとか簡単に言わないでほしい。これ6位ちょっときついなとか思うんですか。交換する。あ、交換したいなみたいな。お前そんなクズでいいのか。こっち側もそうだ。あれ嫌われそう、もしかしたら。かわいいな。本当にでも好きなやつだ。ティティティー、あなた以外の参加者が、断崖絶壁から落ちようとしている、あなたが救えるの一人だけ、誰を救う、救われなかった人は全員サマシュ戻る。いや、重っ。うわっ、なにこれ。えぐい。アクシア、アクシアを救ってよ。あ、すごい自己犠牲。流さん、アクシアか。流さん助けて。え、一番の、一番の長尾くん、長尾くん、来年もマリカ杯出たい。強すぎるこれ。僕が崖から落ちたら開催されないかもよ。あーやべえ。どうしよう。でも友達も友達もいるよ。長尾先輩、一番の友達ですが、しかも大天才だし。あ、大天才。確かに。大天才の一番の友達は残しといた方が。アクシアのことを救ってよ。救ってください。アクシアを救ったら二次産地にいられないと思ってください。ああそうだ、フナカもいる。ああそうだ、フナカもいるんだ。俺のことを嫌いな先輩が。これは分かりました。いきます。頼む。デビ様を救います。どこ。そんな先輩も捨てて。見てないですか。アクシア、どういうつもりだ。アクシアを救ってよ。いや、いいやろ、デビ様で。アクシア、今どんな気持ちだい、デビデビデビル。アクシア。悪い。今なんの悪い。もうこの世界生きている意味がない。長尾が憎い。ちょ待って待って、次アクシア君の番だよ。え、一回休みはいいんですね。呼び方が変わった。あ、え、でも休み。でもデビ様、俺進みたいっす。進む？ホストじゃん、こんな。え、だってみんなさ、みんなかわいそうだと思わない、アクシア君。全然思わない。全然。サイコロフラッシュよ、デビさん。こいつやべえよ、マジで。あー、デビちゃんが揺らいでる。でもダメ、そういうクズなところ全部許してきたから、こんなになっちゃったから、本当に愛してるから、ちゃんとしてほしい、アクシア君。愛がゆえに構成を。愛してるんですか？あ、やべえ。あ、いや違うんだよ。配信で、え、いやいや、ちょっとデビちゃん、え、この人は結婚してましたよね、この前。女神どうした。確かに結婚してなかった。なんか結婚してなかった。確かに。あれは死んだから。え、待って待って、結婚した僕も死んだから。結婚した僕も死んだから。あー、え、ちょっと複雑な事情がありまして。でも結婚したことには変わりないっすよね。あれ別世界の僕だから、アクシアと僕の関係は変わらないっていうか。だってね、今この世界線だとすもんね。ってことでスゴロクが振っても、いや、やっぱりちゃんとしてほしいからダメ。あ、ダメだ、ね、なら一回休みと。うわ、でもやっぱりアクシアのこと好きだな。お、アクシア、アクシアがすごい好きだ。あ、サマ進んだ。誰だお前は。あれよ、落ちすぎだろ。そこまで気づいちゃった。それ3回もラップバトルして勝たないと3マス戻り行くぞ。マジか。さっきまで僕を舐め腐ってたやつなんか。え、なんかさっきすげえクズじゃなかったお前。あー、なんかもう気づいちゃってるよ、もう。
なくなってからクズじゃんお前。じゃあ行くよ。よはいよチキだクズ。お前はクズ独自。誰もお前を愛さないよ。ヘイカモン。ヘイひどいひどい言われよ。よこれから巻き返す下克上。イエーよーよークズクズクズ負けですね。僕が負けたその反応するクオリティじゃなかったこの僕が愛していたら勝ったかも。あ、確かに愛はもうないんだよ。1、2、あー人を盗む、憎むやつだ。憎いよ。ちょっと握手話しかけてよ、あれ憎い。デビさんは、なんか最近までずっと仲良くあーあもう声すら受け取ってもらえない。情緒どうなってんだ。獣じゃん。俺の声に拒絶反応起こしてる。あんなに好きだったのに。あ憎いお前が。あんなに俺のこと好いてくれたのに。うるさいな。なんかここくしゃんやん。ここくし。人間くし。全方位に刀向けてる。あもう早く終わってほしいからさ。なんかマジ一ない。